閣議決定なんか。ゼロかさん、全国全農協を代表して発言して。日本政府が今やろうとしていることは犯罪です。汚染水というのは放射能汚染です。単なる汚染水ではありません。放射能です。日本だけでどうしようもなくなったからといって安易に海に流す。海は日本のものだけではありません。海には魚が住んでいます。いろいろな生き物が生きています。そして海に国境はありません。世界中に放射能汚染をするこの日本を私たちは本当に恥じています。だけどトリチウム並びにその他の放射能で汚染された水がですね、海へ捨てられて、そこで取れる魚介類とか、あるいは海の沿岸に生活している方々のですね、健康被害、こういったものは実害なんですよ。本当に起きるんですそれ。特にその生物の中にですね、吸収されたトリチウムなんかはですね、有機結合トリチウムといって有機物化してですね、ずっと魚その他の魚介類の体内に残りますから。でそれがですね、食物連鎖を通じてより大きな魚に濃縮されていって、それが我々の食卓に上がってくることになるわけですよ。